ほどまでは JICA 海外協力隊でどういう活動をされてたのかっていうところも含めてお話しいただいたと思うんですけど、今回はですね、JICA 海外協力隊を終えられて具体的にどういうキャリアを進められたのかっていうところをお聞きしたいなと思ってます。はい、実際 JICA 海外協力隊を終えられてどの道に進められたんですか？帰国して進路を考えて開発コンサルタント会社に帰国後は就職をしました、うん、具体的に開発コンサルティング会社って、はい、まあ、いろんな分野あると思うんですけど、はいはいはい、どういうことをされてらっしゃったんですか？コンサルティング会社結構専門での採用っていうところになってくるので、はい、私は環境っていうパラオの経験を生かしてっていうところで環境影響評価の専門家として、まあ、見習いではあるんですけど、うんうんうん、やってました。なるほど。そこに入られるきっかけとかってどうやって調べられたんですか？帰ってきて仕事どうしようっていうところから結局帰国段階では何も決まっていなかったので、帰ってきてじゃあどうしようかなって考えた時に、うん、パラオで出会った開発コンサルタントの方とかもいたので、はい、そういう開発とか国際協力に携わる道に進みたいなっていうのをその時点で思っていろいろ模索はしていたんですけど、どうしても開発コンサルタント会社って修士のマスターを持っていないと進むのが難しかったりして狭き門なんですけど、たまたま JICA が主催する帰国者向けの就職説明会みたいなのがあって、そこに開発コンサルタント会社の方が来てていろいろお話しされてて、セミナー終わった後その人捕まえて、はい、興味あるんですけどみたいな感じで話しかけて、はい、そしたらちょっとアルバイトで一度来てみるみたいに言われて、はい、で最初2ヶ月ぐらいアルバイトで入らせてもらって、でその後ちょっと運よく採用してもらったっていう感じです。なるほど。ってことは JICA 海外協力隊終わった後も、まあ、そこのサポートって結構充実してて、はい、まあ、その中で見つけた開発コンサルティングの方にアプローチは異質とはいえアプローチしたらもうそこで入らせてもらったって感じなんですね、はい、実際開発コンサルティング会社で2ヶ月間の見習いの後プロパーとして雇用していただいたと思うんですけど、その期間ってどういうことされてらっしゃったんですか？海外でのプロジェクト、橋だったり道路を作るっていうプロジェクトがインドで、はい、たんですけど、はい、そういうプロジェクトに実際参加をして、そこの道路を作るに付随する環境影響評価っていうところを専門家として行って、うんうん、完全に教えてもらいながらではあるんですけど、うんうんうん、やっていくっていうところで、はい、なるほど。ちなみに環境影響調査って、はいはい、僕にとってはすごく難しい言葉だったんですけど、はいはい、簡単に言うとどういうことなんですかね？その道路を作るにあたって例えば自然環境にどういう影響があるか、木を切り倒した影響とか、橋を作ることで川の流れが変わる影響とか、あとこう自然環境以外の人たちへの影響っていうところ、そこに住んでる人を移動させる必要があるかみたいなところも含めて影響をきちんと分析をするっていうところ。なるほど。それめちゃくちゃ難しくて面白いですけどね。ちなみにプロジェクトに参加されると思うんですけど、はいはい、出張も結構多かった感じなんですね。そうですね、プロジェクトに入ると1ヶ月インド行って、うん、帰国して2週間日本に行ってまた2週間インド行って帰ってきてみたいな生活になります、はい、そうなんだ。ちなみに開発コンサルティング会社は1年ぐらいいらっしゃったんですかね、はいはい、その中で出張って何回ぐらい行かれました？回数としては 4,5 回、はい、回ぐらいかなと思います、うん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 、期間的には結構期間的にそうですね、1年のまあ半分はいかないまでもぐらいかもしれないです。なるほど、ありがとうございます。開発コンサルティング会社で1年間過ごされたじゃないですか、はい、その後また転職されるんですか？はい、そうですね、うん、どうしても出張ベースの仕事の働き方でそのタイミングで結婚したこともあって、で開発コンサルでこの働き方を今後その先子供とかを考えた時に10年20年っていうのはどうしてもイメージができなくて、うんうんうん、もう少し日本を拠点とした仕事に転職しようと思って転職活動をしました。なるほど、そっか、まあ、確かに2週間帰ってきてまた長期間行ってまた帰ってきてみたいな生活だと結婚も多分ままならないし、うん、子育てなんてなおさらっていう考えがあったってことですよね、うんうん、なるほど。ちなみに
次じゃあ転職活動されるときは、はい、何をベースに転職活動を決められていたんですか？今まで協力隊とかコンサルとかで環境っていう軸で自分の中で選択をしてやってきた部分があったので、うんうんうん、そこを活かせる仕事っていうところで転職活動をしてみました、うんうんうん、そうなんですね。そこで結論決まったのはどこになったんですかね、はいはい、で日本の建設会社の当時はその環境をやる部門っていうところで採用が決まって転職をしました、はい、そうなんですね、はい、実際建設会社で環境の部門に入ったとおっしゃったじゃないですか、はいはい、どういうことをされてたんですか？当時はそのあんまりこう全社的な環境の推進体制っていうのがまだまだ課題も多かったので、そういったところの取り組みだとか、はい、環境の企業としての情報開示だったりとか全体としての推進っていうのに携わってきました。なるほど。建設っていうところでの環境っていう観点だと、はいはい、家を建てる時に与える影響みたいな、そういった感じなんですかね？あくまで事業会社なので、うんうん、例えば最初のステップとしては環境にいい家を作るとか、はい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 、事業活動に関するエネルギーを全部再生可能エネルギーにするとか、うんうん、そういうことか。アプローチになってきます。なるほど。じゃあ建設会社だからといって、はい、建てることで何か環境に影響があるっていうところを調査するものではなくて、どちらかというとその家を作るっていうところに対して環境にいいものを作っていきましょうっていうところ、それを用いて家っていうものを建設していこうみたいなところに携わられてたって感じなんですね。私は建設のプロではないので、はい、提案とかそういう会社としての方針の策定みたいなところに携わってました。理解です、理解です、はい、実際に建てる方は建てる方でいるんで、はい、そこはそこで置いておいて、はい、そこのもう少し前のコンセプトっていう観点でいった時に、うん、建築とか建物をどういう風に建ててるかっていうことを考えて、はい、環境にいいものを使うことでどうですかねみたいなのを提案していくようなイメージだったんですかね、うん、なるほど、ありがとうございます。でそこからまた部署は変わるんですか？そうですね。で、うん、その入った後に世の中的にも SDGs とか ESG っていうのが企業に求められる潮流が大きくなってきたので、はい、会社としてもこの環境だけではなくてもっとサステナビリティ全般について推進していこうというところになっていて、で現在はこの部門の変遷とかが行われて、はい、サステナビリティ推進の専門部署っていうところにいます。そうなんですね、はい、具体的にサステナビリティの推進しているところっていうのは何をされてらっしゃるところなんですか？会社として事業活動を通してどうやったらサステナビリティに貢献していけるかっていうところをいろいろ考えているところで、うん、そうか、はい、なるほど。だから一番最初に入った環境の部門あるじゃないですか、はい、そことやってることはやっぱ近いっていうことなんですよね、はい、そうですね。でただその部が大きくなったことによって部署名の変更があっただけで、基本的にやってることは変わらず、環境にいいものを作っていきましょう、サステナビリティのあるものを使って建築っていうものを建てていきましょうっていうのを推進していくような担当っていうところなんですね、うん、なるほど、ありがとうございます。ちなみに今そのお仕事されてて楽しいですか？はい、楽しいですね、はい、具体的にちょっとどこが楽しいかってちょっとお聞きしたいんですけど、なんかありますか？具体的にいろいろチームで考えてこういうふうにサステナビリティを推進していきたいよねっていうのをちゃんと自分たちの頭で考えて企画して立案して、それが OK が出れば実際それを進めていけるみたいなプロセスにダイレクトに携われるのが楽しいです。確かにそうですよね。まだ会社の中でもやっていないことを自分で考えて企画作って提案してそれが承認もらえた時は確かに嬉しいですよね。なるほど、ありがとうございます。ちょっとじゃあ最後にっていうところで3つお聞きしていきたいなと思ってるんですけど、パラオに行かれたりだとか、その後開発コンサルティング会社でインドとか行かれてたと思うんですけど、海外に行ったからこそ日本っていうのをちょっとどういう風に見てるのかっていうところをお聞きしたくて、どういう風に見えてますか？海外から帰ってくるとやっぱり日本ホッとします、うんうん、あ、そうなんですね。っていうのはあります。実際どんなところがホッとしますか？はい、ありきたりですけど街は綺麗だし、みんな約束は守るし安全だしっていうところは思いますね、はい。
ありがとうございます、はい、もう一点ちょっとお聞きしたいなと思ってるんですけど、国際協力って北原さんの中で何なのかなっていうのをお聞きしたいんですけど、うんうん、どういうことが国際協力だと思いますか？国際協力というとすごい大それた大ごとみたいなイメージがあるんですけど、身構えて考える必要はないかなって思っていて、その個人個人が行って現地の個人とつながるっていうことが結局一番大切だし、向こうの人もじゃあ日本っていう言葉を聞いた時に私を思い浮かべてくれるだったりとか、私もパラオって聞いた時にパラオって国じゃなくてそこにいる人の顔が思い浮かぶっていうところ、はい、そういうところまでみんなが個人での顔を思い浮かべられるような付き合いをするっていうのが多分国際協力として一番大切なことなんじゃないかなと思ってます。なるほど、ありがとうございます。確かに国際協力っていうのがすごくかけ離れてると思うんですけど、北原さんの考えてる国際協力って観点でいくと、自分と途上国の誰かっていうところでコミュニケーションを取っていくことでお互い成長できていける関係っていうところがいわゆる国際協力なんじゃないかなっていうふうに考えられてるってことですよね。はい、ありがとうございます。最後なんですけれども、今国際協力に興味を持っている人たちにアドバイスをするとしたら何ですかね、はいはい、携わりたいとかいつかやってみたいっていうのを少しでも思っているなら、私も悩んでる時に恩師に言われた言葉ではあるんですけど、はい、まず受けてみろじゃないですけど、まず私やれるかなどうかな、どっちに進もうかなって迷うんではなくて、まずこう一歩踏み出してみて、やってみてから迷えばいいのかなっていうのは思います。そうですよね、行くかどうか悩めっていうよりはまずアクションしてから悩めっていうことですよね。はい、ありがとうございます。今回は国際協力の中の JICA 海外協力隊に参加されて、その後民間企業のサステイナビリティ推進部にいらっしゃる北原さんにお越しいただきました、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。